名古屋です。今ホテルチェックインしてお惣菜をなんかお腹空いたって言って意味わからんやつが7店舗ぐらいお惣菜で買い物しやがって。フージです。よろしくお願いします。どうもお願いします。もう2日間一緒やから2日間一緒やからな。そう、今日大阪で明日もあのイベントがあってそれで一緒におります。大丸の地下でお惣菜を買ってきたので、ほんま軽食ぐらいかと思ったらもう意味わからんぐらいかとか。ビビッと、そう、今日今からとりあえず買ったお惣菜を開けて食べようと思います。これこっちがカメラ、あ、こっちがカメラなの、うん、俺こっちがカメラか、ちょっとややこしい。あ、じゃあ俺反転するか。できそう今から。え、大丈夫、反転するね。そんなとこ使わへんやろ、とんでもないもん。え、使うでこれ。ほんま全然いや嘘かも。よくない。おう、ちょうどそう、これが消えたらちょっと暗くなってきたらライト点灯しよう。えらいな、ライト持ってきて。そう、ライト持ってきてなかったからさ、結構壊れてて。でも俺笑い方どうする、真っ暗のまま撮ろうとしてた。いや、俺ここライトあるし。あ、お前はつけてみる、そんな感じか。いいか、コンセント繋がってない。あ、繋がった。お、いいんじゃん。あんま変わらん、うん、変わる、変わらん。消そうか。だってあれじゃない。え、でもあった方がなんかほら横ライトこうサイドでこうほらどう、ほら、いらんかも。うーん。シンプルに邪魔かも。肌が黄色く見えちゃう。あ、ほんま、いらんか。そうか、そうか。水、塩、水と塩、3つずつ唐揚げ。食べるの早いね。ていうかさ、調べ…ちょっと待って。うにゃむにゃむにゃ。あんあんあん。オン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 。チーム友達。チーム友達。出てましたよね。俺たち何？え？チーム友達。あ、そんな歌詞やったんや。そうそうそう、これチーム友達しか聞いてなかった。もっと聞いてた。あ、これ卵焼きやから開けてほしい。卵焼きもなんか買っとうかな。ネギと紅生姜の卵焼き。ここなんか安くて美味しそうやったな。美味しそうやった。うん、忙しいな、両方の価格で。もうだいぶダイエット頑張っとる。な、びっくりした、ほんまに。酒飲む量ほんまに減ったんよ。すごいな。だってあれやで、なんか誕生日会来てくれて、その時もお酒我慢しとったから。そうそうそう。すごすぎる。あ、で、これちゃう？あ、俺の大本命。川家の。俺の大本命。これとりあえず食べていくわ。川家が今日晩ご飯あんのよ。そう、俺は東京、今日急遽スケジュール変わって、今日大阪終わったらもう終電で東京帰らなあかんくなっちゃって、明日も仕事一緒やねんけど、なんか一緒にイリアと思っとったらな。そうやね、俺だけ急遽変わっちゃった。いますよ。あ、いただきます、言ってない。はい、いただきます。はい、はい、ギリセーフ。まだまだ、なっ、なんでない、なんでない、なんでない、そんなつ厳しくないの。すぐ8コメントかかるかもしれない。やばい、あ、結構、結構でいただきます、言わないんですか。やばい、やばい、お箸使わないんですかって。お箸使います。これは考えいいかも。そうやな、美味しい、美味しい、美味しいな。うん、うん、うまっ。あ、待って、これやばいかもしれない。シンプルに、はい、いっぱいあるかも。量食べる量減った、ダイエットしたら。うん、やっぱ減ったな。でもなんか置いてあったら食べれる。うん、わかる。なんかなんていうの、なんか俺大学とか水泳部やったから、うん、夜めっちゃ明日の分まで朝早いから作っとこうと思って3人前ぐらい作って、うん、そのまま全部食べた、いつも。すごいな。うん、でも食欲なくなっとったけど、なんか味覚と嗅覚はあったから、うん、食べれるのは食べれるし、美味しいって分かんないけど、なんか満足感がないみたいな症状で、そうだからもう虚無でずっと食べるみたいな。味がする、味する。今は
美味しいって感じから徐々に治ってきました、うんうん、めっちゃ嬉しいエビフライ感じて、うん、とりあえず飯だけ食べてこの後イベントなんでそれの衣装の紹介とここで着替えてんの、そうやな、メイクちょっと封じに手伝いしてもらおうかなと思います、頑張ります、はい我慢着替えていく、ほら見て今日の衣装、レディースのスカートかわいい、ここがさ入った時に肌が見えるからな、めちゃめちゃかわいい、チクリパッド俺持ってます、え、俺も使っていい、使っていいよ、マジ助かる、あの韓国で使ったやつ、靴擦れ用に使ったやつこれめっちゃいいよ、あいい自分乳首ちっちゃいやん、ミューリンなんかほんまにハリカンダパンダみたいなさ今からないな、ハリカンダパンダ絶対にいいけど、俺乳首結構さなんか、まあ、普通のサイズ、これ普通のサイズじゃないから、ね、乳首、めちゃめちゃちっちゃいで、これビチ乳首、うん、マジでスモール乳首、マジで、うん、胸筋エグいよな、うん、でれーん、これもレディース、上下レディースっていうパッツパッツ、これでも着とったら馴染むやろ、うん、馴染む馴染む、今がちょっと今、はい、待ってる、さっきカラコンつける、カラコンつけてみよう、初カラコン、さっきのやつ、あ、私、あ、これこれこれ、うん、つけれる、うん、え、すごい、見て鉛筆削りが姿勢どうやって、そう、眉ペン削り、あれ道をくるも言うたら鉛筆やん、あ、そっか、あ、そっか、そういうことか、そうそうそう、なんかちょっといい感じ、あれ、うん、そんななんか視界がなんかもっとこうなるんかもとった、どういうこと、あーカラコンつけた、黒縁がそんなきつくないから、うん、全然見える、余裕、ハンキャ、俺ファンでなんか塗っても、うん、なんか赤みとか消えないけど、うん、そう、デコボコ消えへんな、デコボコだから下地付けしたのか、なるほどね、そういう意味もあるのか、さあなんかあなたは姫路ボーイだからさ、うん、日焼けもたくさんしてるし、そうそう、水泳もしとくな、そう、水泳しとくそっちやんか、めちゃくちゃだからあのボコボコ気になるところとかは、うん、下地した方がいいかもしれない、うん、ちょっと投稿します、そう、なんかパーツとかする前に相談してみてくれるのか、はーい3アイブロウ脱色したんだよな、うん、あ、その色でいけんの、でもか、ケイト、あーケイトじゃない色味的にそれ結構スリーガッツリやで、大丈夫、あの脱色したとこ全部持ってかれると思うけど、眉毛はあんまり塗らへん、俺は偉い、ちゃんとメイクするようになって、うん、してなかったな最初の、全然してない、もうなんかファンデーションをこうやってブタッと塗って終わり、うん、クリーム、BB クリームとか塗ったな、そうそうそう、覚えてる覚えてる、なんかメンズメイクダサいとか言うけどさ、その自分の 100% があってそっから 105% ぐらいにさ、こうちょっと漏れるんやったらさ、やった方が絶対いいと思う、俺は恥ずかしがらずに、普段からさ、製品から、製品人からしたらさ、抵抗やっぱ大きな一歩じゃない、せやな、俺も多分最初カラコンつけて外出るときって、うん、だいぶ結構勇気いったもん、せやな、うんうん、この仕事をしだして全然何の抵抗もなくなったけど、せやな、まあ、でも最初してみたら全然ない、うんうん、喋るさ、うん、音量が YouTube 向きじゃないよ、ちょちょちょ、小声でずっと喋っと、もっとでかい声出さな、そう、誰もおらんの別に、いやなんか集中しとったら声引くなら、わかるわかるわかる、ちょっとちっちゃなら、わかる、このぐらいしてもう一個持ってきて、こっちの方がいいか、目見えるか、え、一緒じゃない、それ、それじゃない、え、一緒、全く一緒、形、うん、でもそれじゃない、ちっ青いグラスやろ、一緒、やばい、やばいな、持ってきたサングラス、おそろい、おそろいね、これは自分で作ったやつやろ、自分で作ったやつ、すぐなくすから、うん、サングラス、これめっちゃわかる、ね、可愛いよな、めっちゃ可愛い、ちょっと形もちょいレトロな感じ、うんうんうん、可愛い、これずっとリケート、あ、そうなの
これ白すぎるな。このライトが問題かな。うん、ライトの問題か。ちょっと壊れちゃうよ。ああ最悪。鼻の影とか。あ、もちろんもちろん、シェーディングな。うん、それだけお願いします。他のですね。シェーディングのおすそ分けゾーンだけ。よし。自分を鼓舞するためのものしましたよっていう事実が大事だね。わかる。私はここもやってる。そう、やってますよって。あなたはファンデとそのアイシャドウだけんじゃない。私はここまでやったの。急にそんな意地悪なんの。死ぬ。あなたはそこまでのみたいな。私はここまで。あとリップ塗ってる。髪型を俺は直します。あ、じゃあちょっと今から、ね、その間に、はい、完成に向けて返しまくる。てれーん、じゃーん、完成。おー、いけてんね。大阪で一番俺らがいけとんじゃん今。光ってるあたりはそうかもしれない。ここから見える範囲内は。この辺は全部俺らが牛耳ってます。楽しみ楽しみ。イベントにディーゼルの服も着替えて。そう、ディーゼル、ここやな、ここやな。多分ちょっと暗くて見えへんけど、ディーゼルの服と。今回はね、なんかディーゼルのなんかアートとのこれなんかコラボみたいな感じで、うん、6人ぐらいかな、こう新しい芸術のアーティストの人の作品をディーゼルのなんかそのポップアップに載せてやってるイベントらしいので、はい、行ってまいります。行ってまいります。楽しみ。レッツゴー、レッツゴー。今ディーゼルのイベントが終わって、で一旦着替えたんですけど、もうフージは先にあの明日ちょっとフィッティングとかあのドラッグクイーンのメイクをするらしいんで、時間がかかるからちょっと始発じゃ間に合わんということで先帰ってしまって、でこれからディーゼルのみんなと打ち上げって感じで、結構夜遅いんですけどご飯を食べに行ってきます。あんなにさっきお惣菜食べたのに結構お腹ペコペコ。大阪歩くことあんまないから楽しい、ね。とりあえず飯食ってきまーす。今日は一睡も結局久しぶりに新幹線で、めっちゃ眠い。新幹線で一旦爆睡します。乗務員または駅係員までお知らせください。